おはようございます、中井です。今日はね、ゴールデンウィークなんかキャンプ来てます。はい、デイキャン噛んだ。いいよ、デイキャンですって言いたいね。ごめんなさい。今日はデイキャンプです。はい、やっと節約終わりましたね。とりあえずお茶かなんかコーヒーかなんか飲んでいただきましょうか。朝も食べずにね、来たので。そうです。はい、今日は新兵器があるのでね。ああ、これね、ドン。これケトルなんですけど、中に、よいしょ、コンロ入ってねえな。すごいな、これ。こんな、はい、でか、これ。下の土台部分がすっぽりとケトルの中に入るのよね。あ、ここが熱くなるとこね。ハゴーギ、はい、ハゴーギさんの電気鍋です。こっちだ、こっちで、よいしょ。綺麗に鍋作んねえ。ここにね、あ、こっちあるね。こっちあるから、それが反応してこの専用鍋を乗せて。これは専用鍋でないとね、動かないし、ケトルをどかすとね、電源止まるので安全よね。中がちょっとへこんでんねんな、その分。そう、結構入るわ。おかしくない。電源入ってます。火力1段階、2段階、3段階、4段階ね。うちのね、ジャクリーだと止まりますね。じゃあ2ドルぐらいしよっか。ハイが800ワットで焼き餃子とかがお好み焼きで、ミドルが鍋料理ホットケーキで、ローがおでんカレースープで、保温もね200ワットでできるので、こんだけやるとね嬉しいよね。比較的音がね静かなんですよね。静かね。 1.5 やからね、でかいよね。本当鍋もできるサイズね、2人やったらね。お手がついてるな、こんなの。そう、注ぎ口があるから注ぐ時も簡単かな。800で沸かしたらね、なんか6分でお湯沸くらしいんですけれども、お手持ちのねバッテリーによってできない場合があるから、はい、沸きました。どんな感じ。お、結構しっかり沸いてる。あ、ピッピッピッって言って外したらね、あー、注ぎやすい。ちょっとしたことやねんけどね、この先があるとな。違うね、やっぱり。ああ、ほんまやな。もうコントロールできるわ、やっぱり。久しぶりの焚き火をね、楽しむとき持ってきたんやけど。ちょっとね、焚き火でやってみようかな。ああ、100均のね、これフライパンや。どこのやった？どこやったか、大勢やったっけな。そんなとこでもあるか。うわー。朝食出来上がり。はい、じゃあ朝食出来上がり。食べようか。ありがとう。はい、ペーターの朝ごはん。パズー。あ、パズー。ペーター女の子やな。ペーターはね、ハイジ。あ、そうか。うん、そうや、女の子が強いてね。全然ちゃうわな。グリーンやで、なんか。すごいね。カニがおるってどこにおるの。いや、大丈夫でしょ。今日は着替えないからね。そんな、あ、ちょっと、あ、やめてくださいよ、もう。むっちゃするわ、もう。めちゃめちゃや。カニは、え、あ、ここオタマジャクシや。え、なになに、すごい、集団でおる。オタマジャクシの集団、すごい。生まれたてかな。ナフコさんのバーベキュー用品、こんなん売ってんねんね。ね、エコで日持ちがいいって言ってるかな。煙が少ない、説明書いてるから読みましょう。いや、これ英語やから分かりませんよ、これ。え、みたいな。どういうことか。え、はい、すいません、ナフコさん、説明がよく分かりません、私に。バ
相方さんが無理やり最後巻き入れたから炭にしようと思ってた、今なんかさりげなく私の悪口言ってなかった。どれぐらいよ。今日は謎のキャンプ場でねちょっとやってますけど、管理さんに聞いたところ、あんまし名前は出してほしくないな、撮影はいいけどっていうお話だったので、拡散は希望してないんでね、なっこさんのヤシガラズミいいですよ。火力強いしやっぱり煙が出にくいわ。今日は豚オンリーでいきます。上手に炊けました。 1.5 合やから満タンやね。あうまいな、3時のティータイム。ティータイムパウンドケーキ自家製ですな、うん、昨日焼いてバナナパウンドケーキ。バナナパウンド、じゃあいただきます。はい、どうぞ、ね、バナナの味がすごいわ、なつさん、お尻の具合はどうですか？お尻ね、やっとね、かさぶたが剥がれました、治ったよね。もう参りました。1週間ちょっとかかったもん。怪我するつもりなかったってな。怪我する年になってきたから気ぃつけなあかんねんけどね、滑り台でお尻の皮めくれましたってお医者さん言ったら笑われるよ。いくつって言われる、まあ、気をつけましょうね、皆さんね、ちゃんと考えて行動して、自分に言い聞かせなあかんね。そうですよ、今日のキャンプの締めは、これいただきたいと思います。はい、ケトルが大きいから、袋麺のね、丸でも四角でもね、余裕持って入るんだって。ほら、もう余裕ですよ、完全に。でもね、一つね、見つけたのが、この蓋なんですけど、ちょっとね、これね、甘い。乗せてるだけなんでね、しっかり押さえないと、カタカタってね、外れちゃうっていうのがね、今回の発見かな。人参火が通るのが時間かかるから、もうさっき入れとこわ。わー、グラグラ沸いた。じゃあ入れましょう。はい、麺入れて。麺入れて。あ、ほんと余裕やね、サイズ的に。もう入れてください、これも。はい、白ネギ入れます。このぐらいのサイズか。うん。どんなラーメンでもいけそうやね、袋のラーメン。せやな。ね、水の量もね、ちょうど500、3。じゃあスープ、七味は入れてもいい？入れなくていい。え、かんの？美味しいのに七味が。ここにしようか。はい、ここでしょ。はい。本ができるのが嬉しいね。味噌ラーメンみんな好きね。味噌ラーメンはすごいよ。一番人気じゃん、やっぱり。一番人気なの？はい。2枚もね、十分いけるね。お二人でやったら鍋とかもね、カレーもできるみたいやし、いい感じです。フッ素加工なんでさっと拭くだけで綺麗になりました。はい、今回はね、ゴールデンウィーク、こういう感じでね、楽しみました。はい、最後まで視聴していただきありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。はい。